こんにちは、ミッキーです。今回はここだけでしか味わえない下北沢カフェ6000をご紹介していきます。東京でも注目度が年々上がっているサブカルとおしゃれの街、下北沢のカフェ特集。これまでにも複数回下北沢のご紹介をしてきましたけれども、どちらかというと下北沢に誕生した新施設にスポットを当ててきました。今回はそういった要素ではなく、食にスポットを当て、下北沢だからここまでこだわれると感動すら覚えるような唯一無二のお店をご紹介していきます。老舗喫茶はもちろんのこと、今年誕生したばかりの注目店舗もご紹介しますので、ぜひチェックしていただいて、休日のカフェ巡りの参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして、次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず初めにご紹介しますのは、1974年創業、下北沢で長年愛されます昭和レトロな喫茶店、カフェザックさんでございます。モーニングやランチメニューが充実しておりまして、下北沢では希少なモーニング喫茶でもございます。店内は広々としていまして、席の数もとても多いので、お一人様から家族連れの方々まで、いろいろな層の方々が利用しやすい空間になっていました。お店の目玉商品は手作りケーキ、後で映像でもご紹介するんですけれども、全て自家製でございまして、特に生クリームに定評があるということでございます。約10種類以上と豊富で、ケーキのショーケースの中身を見てるだけでもワクワクしてしまいます。さらに季節限定のケーキもあるため、季節が変わるごとに訪れたくなるような、そんなお店でもございます。また先ほどご紹介しました通り、特におすすめなのはモーニング&ランチセット。なんと朝9時から14時までやっていますお得セットでございまして、遅く起きた朝にも利用できるのはとても嬉しいポイントです。モーニングセットは A から F セットまでラインナップされておりまして、ゆで卵もしくはヨーグルトのいずれかとドリンクがセットになったお得セットになっています。こちらが先ほどご紹介しましたケーキになっています。ちなみにケーキはテイクアウトしますと少しお得にいただけますので、テイクアウトしていただいてご自宅で楽しまれるというのも一つ選択肢かなと思います。またケーキに関しましては続々と焼き上げていますので、今映していますタイミングではあまりなくても、この後補充されたりと、訪れるタイミングでもしっかりといただけるところも嬉しいポイントかなと感じました。また今軽く映しています通り、今回1階の席の様子を映したんですけれども、2階席もあるということでございますので、長居するのにもおすすめな空間かなと思いました。また Wi-Fi も完備していますので、作業向けのカフェとしてもおすすめかなと思っています。こちらが先ほど申し上げましたモーニングとランチセットの概要になってますので、気になる方は動画を止めていただいて確認していただくといいかなと思います。あとは先ほど映していましたケーキに関しましても、メニュー表で細かく書かれていますので、ぜひその説明書き等を見ていただいて、お好みのケーキを注文してほしいなと思いました。さらに下に映っていましたトーストやサンドイッチセットに関しましては、モーニングの時間帯が終わってしまった場合でも注文していただくことができますし、そちらを注文した場合に関しましては、食後のケーキを注文した際に少しだけ割引が効きますので、そこもおすすめなポイントかなと思います。またドリンクメニューも非常に豊富でございまして、モーニングやランチセットにも追加料金で注文できるものがありますので、そのあたりも非常に良心的でございます。そしてこちらがご覧いただきましたチェダーチーズサンドのトーストセットでございます。780円でヨーグルトもついて、コーヒーとクッキーもついていただけるところはとても嬉しいポイントだったかなと思います。そしてまた別のセットをご紹介しますけれども、こちらはツナサンドのトーストセットでございます。先ほどはヨーグルトの注文したんですけれども、こちらはゆで卵をセットにした場合の組み合わせになっています。またこちらの店は夜も比較的遅くまで営業していまして、ワインやビールの提供もありますので、モーニングやランチに限らずいろんな形式で楽しめるような、そんな空間だったかなと思ってます。あとはこちらバナナタルトのドリンクセット、そしてショコラオレンジでございます。ケーキに関してもドリンクセットにしてお得に楽しめる上、ケーキを2つ目注文する場合にはテイクアウト価格にて割り引いてくれますので、ぜひお得に注文してほしいなと思います。続いてご紹介しますのは2021年12月、
京王井の頭線下北沢駅を出てすぐの好立地にオープンしたおしゃれなスープカレー専門店の202カリードさんでございます。スープカレー発祥の地札幌出身の店主さんが13年間腕を磨き満を持してオープンしたお店。すでに大人気な店舗で平日であっても昼間は待ち時間が発生します。ただ整理券をお店の入り口でいただくことができまして、さらに電子チケットとして LINE で呼び出していただくことができますので、近くのボーナストラックや下北駅上を散策しているうちにあっという間に順番が回ってきます。店内はご覧のようにグレーを基調としたスタイリッシュな空間で、どこを切り取っても映え空間。セルフサービスで提供されるお水もレモンウォーター、ベリーウォーター含め3種類から選べる配慮もとても素敵なので、ぜひそういったところも体験してほしいです。そしてやはり注目すべきはスパイスの調合からこだわって作る極上のスープカレー。カレーの激戦区下北沢においても人気を誇る絶品になっています。味や見た目が抜群であることに加えまして、グルテンフリーである点も大きな魅力。ベースとなるスープは濃厚トマトスープ、コクマロココナッツスープから選ぶことができまして、辛さはなんと30段階。私も下北沢のカレーはたくさん試しているんですけども、特にリピートしているのがこちらの店になっています。さてこちらはこの日いただきました骨付きチキンと7種の野菜カリーでございます。こちらでいただくことができますチキンに関しましては、柔らかとパリパリから選ぶことができまして、こちらはパリパリを選んだチキンになっています。トマトベースのスープもとても美味しかったですし、野菜がたっぷり入っていますのでヘルシーにいただけるところも魅力的ですね。ご飯の量も調整することができまして、この日は少なめでいただきました。こちらは別の日にいただきましたタンドリーチキンと焦がしキャベツのチーズカリーでございまして、この日は中盛りでいただいたご飯の様子を映しています。先ほどのスープカレーとは違いまして、こちらはコクマロココナッツスープを選んだ場合になっていまして、ココナッツを使っていますので、先ほどのトマトスープがかかったのに比べましてちょっと黄色っぽい印象かなと思っています。焦がしたチーズがカレーと絡み合って、さらにスープカレーの味わいを深いものに昇華させてくれています。そしてもう一つの注目が、季節ごとにメニューが入れ替わりますスイーツでございます。特にプリンとバスクチーズケーキが人気でございまして、この日はマロンモンブランプリンという季節限定のメニューをいただきました。このマロンモンブランプリンの前に販売されていたかぼちゃを使ったプリンなんかも見応え抜群で素晴らしかったので、今後もたくさんのスイーツが誕生すると思いますし、ぜひ下北沢を訪れることが多い方に関しましては、季節ごとのメニュー全部試していただくのも個人的にはおすすめかなと思っています。こちらのプリンはどちらかというと固めかなと思っていまして、その一方で甘すぎずすっきりとした味わいになっていますので、そちらもおすすめできるようなポイントかなと思っています。続いても新しいお店でございまして、こちらは2023年6月にオープンしました注目のカフェ喫茶0923でございます。スタイリッシュな空間とレトロ喫茶メニューのギャップが個性的でございまして、早くも下北沢の人気スポットになっています。店主さんも気さくな方でありながら勉強熱心な方で、常にお店を良くしようという気持ちがとても伝わってきました。内装にもこだわりがありまして、サクッと楽しみたい方はもちろんのこと、店内で気軽におしゃべりができるような空間作りもなされています。もちろん店内の空間はフードやドリンクが映えるような装いになっていますので、きっと素敵な写真が撮れるはず。個性的な店名の由来は店主さんの故郷福岡の市外局番に由来しているということでございます。そんな違った視点からのアプローチが垣間見えるのも面白い部分かなと思ってます。またお店では不定期にギャラリーが開催されておりまして、新進気鋭のアーティストさんによる作品がカフェタイムを楽しみながら眺められます。また昔ながらの喫茶メニューの他にも、こういった焼き菓子も注目でございまして、店主さんと奥様が試行錯誤を繰り返しながらどんどんメニューの開発をしているようでございます。またお店は夜の9時までオープンしておりまして、こういったビールの販売もされておりました。さらにこちらのお店のおすすめをご紹介しますと、喫茶0923でいただけるコーヒーは店主さんの自家焙煎コーヒー豆を使ったこだわりコーヒー。この日もハンドドリップでいただきましたけれども、丁寧な抽出と考え抜かれた焙煎度合いのためか、しっかり果実感の残る味わいを感じることができました。そして何といっても注目すべきは白い喫茶プリン。この日はクリームソーダと合わせていただきました。もともとはこちらの白い喫茶プリンに関しましては喫茶プリンとして提供されていたようなんですけれども、その白い見た目が話題となり、思い切って商品名も白い喫茶プリンにしたということです。
そういった工夫によりさらに人気が高まったとか。見た目もさることながらプリンにかかったキャラメルソースも抜群でございます。見た目だけではわからないその魅力をぜひご自身の舌で味わってほしいなと思います。ちょっと下北沢駅からは歩くんですけども、ぜひとも歩いて訪れていただいて、この極上空間、そしてプリンを味わってほしいなと思います。ちなみにスイーツ以外にもフードメニューもございまして、博多明太マヨネーズのホットサンドとか、あとはホットドッグなんかも提供されていました。またコーヒーが苦手な方に関しましては、アールグレイやダージリンの紅茶もいただけますし、茶色の提供もございましたので、いろんな方のニーズに応えてくれているのかなと思います。さてこちらは丁寧にドリップしていただいているコーヒーメニューでございます。エスプレッソメニューも本格的に提供していただくことができますので、ぜひそちらも試してみてほしいです。ちなみに注意点としましては、先ほどの白いプリン含めまして、店内を利用する際にはお一人様ワンドリンク制になっていますので、こういったコーヒーメニューもしくは先ほどのクリームソーダなど注文していただくのがおすすめです。続いては PR にてご紹介させていただきます。こちらはブルーリボン東京さんというところでございまして、2023年9月にリニューアルオープンをしているお店です。アクセスとしましては下北沢駅から徒歩16分と少し距離があるんですけども、最寄り駅の池の上からも徒歩8分になっていますので、下北沢に用事がある際に訪れるのが個人的にはおすすめかなと思っています。ただお店はとても広々としていまして、こういった1階のカウンター席はもちろんのこと、2階には個室空間なんかもありましたので、タイミング次第ではいろいろな席を楽しむことができるかなと思います。ちなみにこの日は9月10日のリニューアルオープン前にご招待いただきまして、一足先に絶品クレープとガレットをいただきました。さてこちら2階の様子になっていまして、2階に関しましてはソファー席に座りながら外から差し込む心地よい光とともに食事をいただくことができます。ちなみに写真を撮る際のコツとしまして、自然光が入ってくる場所を撮っていただいて、自身の影が入らないようにしていただきますと、とても素敵な写真を撮ることができますので、この窓際の席は結構人気になるのかなと思っています。店名ブルーリボンと書かれているんですけども、こちらは日本の映画界の特別な賞と言われておりますブルーリボン賞から来ております。数あるカフェの中でも特別な存在でいたいという思いが込められまして、映画のワンシーンのような素敵な時間を提供してくれるお店でございます。店名のロゴが映画撮影に使われるカチンコになっているのも素敵でございました。そんなお店でございますけれども、とてもおしゃれで開放的な空間を提供してくれます。先ほどの自然光が差し込むソファー席はもちろんのこと、こういった個室的な空間もございまして、こちらの席に関しましては結構大人数で楽しむことができるかなと思ってます。またテレビなんかもありましたので、もしかするとプロジェクター代わりに使っていただいて、ちょっとしたパーティーを開くという用途にも使えるのかなと思っています。店内のこだわりのあるインテリアや、とても開放的かつおしゃれな空間を楽しむことができるのも魅力的な部分です。ちなみにこちらのブルーリボン東京さんは下北沢から歩いて南側にあるんですけども、さらにもうちょっと歩きますと三軒茶屋に着くこともできますし、東側に歩いていただきますと池尻大橋がございます。以前に私の東急世田谷線特集の中では、そういった世田谷線沿いの魅力的なカフェもご紹介しておりますので、ぜひ参考にしていただいて、下北沢を満喫したい方は下北沢から歩いていただいて、池尻大橋や三軒茶屋で楽しみたい方に関しましてはそちらから歩いていただくのもおすすめかなというところです。個人的にまだ訪れることができていないんですけれども、イエローカフェさんという世田谷の人気カフェがこちらのブルーリボン東京さんの近くにもありますので、近々訪れてみたいなと思っています。またこちらのお店に関しましてはコーヒー豆にもこだわりがありますので、カフェタイムの際にはコーヒーと一緒にガレットやクレープを楽しむのもおすすめかなと思っています。こちらドリンクメニューになっていまして、夜は8時までの営業になっているんですけども、アルコールメニューもとても充実しておりまして、あとちょっとちらっと映ってるんですけど、シャンパンの提供なんかもありまして、モエシャンドンをはじめめちゃくちゃ高級なシャンパンも味わうことができますので、ちょっとリッチに過ごしたい方もおすすめかなと思っています。また Wi-Fi も完備されていますので、作業用カフェとしてもご利用いただけるかなと思います。さてお待ちかね、注目はアーティスティックに盛り付けされましたクレープ、そしてガレットでございます。この時のタイミングではオープン前でございましたので、全ての種類を確認できたわけではないんですけれども、いずれも国産のこだわり食材を使い綺麗に盛り付けたものばかりでございます。価格としてはガレットが2000円から、クレープは1680円からになっていました。その中この日いただきましたのはこちらの茨城県産龍ヶ崎トマトと鎌倉イベリコ豚の丸ごとグリルガレットでございます。フード系のメニューとしてはズッキーニとベリコ豚、鶏
トマト、そしてガレットの生地と合わさって、まさにワイン等と合わせていただくのもおすすめかなと感じることができるような、そんなメニューでございました。もちろんガレットやクレープは調理時間がかかりますけれども、このもっちりとした味わいを感じるだけでもハッピーになれるかなと思います。さて、こちらは合わせていただきましたクレープでございまして、山梨県産の桃甘すけと練乳塩バターホイップのクレープになっています。こちらのクレープに関しましては、贅沢に使用された桃と甘みを抑えたホイップクリームが絶妙でございます。これだけたっぷりの桃を使っているのを考えるとコスパ抜群だなと感じられました。最近フルーツも値段が高騰していますので、フルーツ食べるだけでもとても贅沢感を感じることができるなと思っています。やはりカフェ巡りをする際には少しリッチな気分も味わいたいかなと思いますので、個人的にはそのお店の一番の注目メニューを注文していただくのがいいかなと思っています。そしてこちらは合わせていただきました自家製コーラと自家製のレモンスカッシュでございます。こういったソフトドリンクにまでこだわりが詰まっているのもこちらのお店の魅力的な部分でございました。続いてご紹介しますのは、2023年5月にオープンした黒がテーマのおしゃれカフェ、フェリス・ドマーニさんでございます。なんと3つ連続で2023年オープンの店舗をご紹介したんですけども、まさにこういったところからも下北沢の進化を感じることができるかなと思います。こちらの店舗は訪れる前からインスタグラムの公式アカウントの写真が素敵すぎて、注文するメニューもギリギリまで悩んでしまいました。お店はご覧の通り黒がテーマになっていまして、メニューにまで黒が反映されています。ブラックレモネードやブラッククリームソーダ、ブラックラテなど、ぜひお気に入りのブラックを見つけてみてほしいです。店内は隠れ家バーのような空間でございまして、入り口の大きなガラス窓から注ぐ自然光が心地よく、入り口付近の席が撮れればより素敵な写真も撮れそうです。またおしゃれなテラス席もありまして、良い雰囲気だったので、天気のいい日にはテラス席でホットドリンクを飲みながらくつろぐのも良さそうです。そして注目なのが店内のピザ窯でございまして、オーダー後から一枚一枚丁寧に焼くピザがとても絶品でございます。また遊び心あふれる食べっ子動物を使ったメニューなんかもございますので、ちょっと個性的だけれどもおしゃれな空間として楽しんでいただくのも個人的にはとてもおすすめでございます。こちらがメニュー表になっていまして、とてもたくさんのメニューがありますので、ぜひ吟味していただいて、さらにですね、こちらのメニューに関しましては、先ほどご紹介したインスタグラムにて視覚的にも楽しめますので、そちらで選んでいただくのがとてもおすすめだなと思っています。そしてこちらはこの日いただきましたペパロニピザとブラックラテでございます。ピザはこういったお食事系だけではなく、スイーツ系のメニューも豊富でございまして、特にオレオピザは人気のメニューだということでございました。ちなみにスイーツ系のピザでは生地にもデザートピザソースが塗ってあるという隠し味も実現されていました。この日はお昼時に伺いましたので、アメリカ風のサラミを使ったこちらのペパロニピザをいただいたんですけれども、薄く焼いたピザのようにオリーブオイルと贅沢にアメリカ風のサラミペパロニがトッピングされていましたので、十分にお腹を満たすことができました。これら含めまして、他にも20種類弱のピザのメニュー、そして同じく20種類弱のドリンクやスイーツもありましたので、また改めて他のメニューの魅力も感じてみたいなと思います。ちなみにこちらのお店に関しましては2階席もある様子でございまして、夜のバー営業やお昼からお酒を飲む方の専用席のようでございました。そして最後にご紹介しますのはワッフルカフェオランジさんでございます。 ORANGE と書いて、普通はオレンジと読むかと思うんですけども、こちらはオランジさんでございます。お店自体は下北沢で人気のワッフルカフェ、オーガニックの生地を使った手作りワッフルが売りでございまして、日本でも焼きたてワッフルを気軽に楽しんでほしいという思いで絶品ワッフルをお届けしてくれます。お店の内装及び外装は木のぬくもりを生かしたくつろげる雰囲気、開放的なテラス席も心地よく屋根付きの空間になっていますので、たとえ雨の日であっても安心して楽しむことができます。そして注目のワッフルでございますけれども、オーダーが入ってから焼き上げるためサクサクで軽めの食感が魅力的、メニューごとに生地にチアシードやチーズ等を練り込んでいるようで、トッピングごとの相性を考えた味わいを実現してくれます。もちろん店内の空間も魅力的でございまして、この縦長な空間になっていますので、他のお客さん同士との距離をあまり感じることがなく、特に少人数で訪れた際にゆっくりとそれぞれの時間を過ごすことができるかなと思っています。
またご覧のようにたくさんの種類のメニューがございますので、個人的には事前に調べていただくのがおすすめかなというところです。メニューとしてはお食事系のワッフルとスイーツ系のワッフルに分かれておりまして、お食事系のメニューはチリビーンズカレー&チーズ、スモークサーモン&アボカド、ベジタブル、チリビーンズなど、スイーツ系のメニューは今回いただきましたこちらのレッドベルベットの他にグリーンティーやバナナ&チョコレート、アサイーボールなどがありました。さて、そんなワッフルと一緒にいただいてみてほしいのが、個人的におすすめなこちらのスムージー。美容にも健康にもいいかと思うんですけども、種類はマンゴーアイランド、グリーンバナナ、エナジースムージーがありまして、こちらはエナジースムージーの様子になっています。いずれのスムージーもグラスの側面にフルーツの断面が添えられた、見た目からも美しいドリンクになっていますので、そのあたりもぜひ楽しんでみてほしいです。さて、こちらはご覧いただきましたレッドベルベットワッフル。ココアとビーツの入ったメニューで、ビーツで赤く色づいた珍しい見た目の一方、ほんのりと香るココアとホワイトチョコレートの甘さが特徴的なワッフルになっていました。ちなみにスイーツ系メニューの場合に関しましては、トッピングとしてバニラまたは抹茶のアイスクリーム、生クリーム、カスタードクリーム、チアシードを添えられますので、ぜひ店員さんとも相談しつつ、お気に入りのワッフルを実現してみてほしいです。以上、今回はここだけでしか味わえない下北沢カフェ6000をご紹介させていただきました。ここだけというのは言い過ぎかなというふうに感じた方もいるかと思うんですけれども、やっぱり実際に動画を見ていただくことでその理由も納得していただけたかなと思っています。ザックさんの老舗らしさ、202カリードさんのスープカレー、そして季節限定のスイーツ、喫茶092さんの白いプリン、ブルーリボン東京さんのガレットやクレープ、フェリスノマーニさんのブラックをモチーフにした数々のメニュー、そしてワッフルカフェオランジェさんのこだわりワッフルなど、ここだけでしか楽しめないというには十分な要素だったかなと思っています。今回で第4回の下北沢カフェになりましたけれども、これからもたくさんのカフェが登場してくると思いますし、今回の6000のうち3つが今年登場したカフェだったので、来年もまた新しいカフェが登場するのは楽しみな空間でございます。ぜひ次の動画も楽しみにしてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。